てさて、続きましてのコーナーはみんなで歌おう童謡コーラス名曲大合唱のコーナーでございます。今回はわらべ歌からずいずいずっころばし、一緒に歌いたいと思います。さあ、まずは歌ってみましょう。これはね、まあ、無理やりこうやって楽譜にするとね、かえって歌いにくくなるんですけども、みんなで歌うとき、わらべ歌をみんなで歌うときにこう工夫、みんなで決めて、こここうしよう、ああしよう、取り決めをして声を合わせていく面白さを今日は知ってもらいたいと思います。楽譜閉じてください、皆さん。はい、大人が歌うときはもう少しこの音楽的に作りましょう。じゃあ、ついついずっころばし、もっと息を使うの、そっとボーチェの練習しましょうよ。この息を使ってもっとそっと、ちょっと奥さん聞いたっていう感じ。ずいずいずっころばし、そのあまり聞きすぎたらしまくらちよ。やりすぎやそれ。でも難しいやろ、切りすぎてもダメ、伸ばしすぎたらこのソットボーチにならない。このずいずいずころばし、よくなってきた、もう一度それ。ずいずいずころばし、おまみそずい、茶つぼに、茶つぼに追われてと、びんしゃ抜けたらどんどこしょ。はい、この抜けたらどんどこしょ、ここはたっぷり少女のように歌ってください。抜けたら1、2、3、抜けたらどんどこしょ、俵のネズミが米食べちゅ。あー、チューが可愛くないな。もっとチュー、はい、チュー、あもっと可愛いネズミちゃん、米食ってチューみたいな音外しましょう。米食ってチュー、米食って僕がチューやるの、今からなんで先やるの。いいですか、チューはチューって歌うんじゃなくて米やるから僕が。聞いて、ここは、はい、米食ってチューって歌うんじゃなくて、米食ってチューって歌ってちょうだい。米食ってチュー、そうそう、チューチューはチューするみたいにやったい。チュー、もう恥ずかしくなるわ。さあ、おさらい成果発表団の皆さんの登場です。今からみんなでおさらい大合唱ですが、その前に、地域の